はい、こんにちは。天然のオオクワガタの繁殖の動画です。昨年の2018年8月に野外でオオクワガタのメスを発見して、で派遣したセブンスタッグさんが9月に持ち腹を期待して産卵セットに投入したところ、同年の11月頃に産卵セットの口木を割ってみたところ、見事にね産卵していたと。でセブンスタッグさんから4匹の幼虫を譲り受けて、で12月の下旬にプリンカップに幼虫たちを投入しました。それが前回の動画の内容です。であれからね2ヶ月以上が経過したところで、菌糸をよく食べていた幼虫1匹だけ、を菌糸瓶に移動したんですよ。このね3月12日 8g の個体、これねもうすぐ餌がなくなりそうなんで1匹だけね先に菌糸瓶に移します。体重は 8g ですね。メスかな。ほらこれクリーム色っぽい斑点見えますよね。これあれですよね、卵巣って言われてるやつ。やっぱりメスかな。そんな感じでね、1匹目は3月12日だから今から約10日ぐらい前かに餌の交換を済ませて、で今日3月23日にこのね残りの2匹の餌を交換します。でですね、こっちの左の方なんかねあんまり菌糸を食べてないんですよね。ちょっと食が細いのかな、なんだかねやばそうなんだよな。なんか外から見た感じあれなんだよな、ブニョブニョ病になってるようなそんな印象だったんですよね。大丈夫かな。ちょっと体黒いんですよね。あ、そんなことないか。頭でっかち。頭はでかいけど体はちっちゃい感じ。いやまだちっちゃいな。あー結構でかいですね。1匹目と比較すると全然違う。これどうなんだろうな、雌雄。卵巣みたいなの見えるんだけど、ていうかこれあれだな、こっちのち体がちっちゃいやつの方が頭でかいんだけど、わかるかな、頭の幅がこっちの方がこっちの方が大きいんですよ。わこれ大丈夫かな。ブヨブヨ病ではないと思うんですけど、成長不良とかかな。いやワイルド個体とかさ、いきなりねこんな菌床飼育とかよくないのかな。まあでもね他の2匹はちゃんと育ってるから、いや心配ですね。でこれ頭でっかちの個体が 3g、 かなり小さいですね。軽いです。大丈夫なのかな。でこちら大きめの個体 8g ですね。最初に菌糸瓶を交換した個体と同じ重さです。これ見えるかな。卵巣っぽいのが見えるんですよね。これ 8g の方、メス斑らしきものが
見えます。ちょっとね、あの病気っぽい幼虫が心配になって、でセブンスターグさんにあの幼虫の写真を見せたんですよ。したらね、どうやらあの幼虫産霊になりたてのオスみたいです。うん、オスの方がさ成長が遅いから加齢する時期がずれたんだと。でこれから一気にでかくなるとのことです。いや、よかったですよ。安心しました。これからに期待ですね。で、メスが2のオスが1にうまく分かれたみたいです。いや、それにしてもさ、1枚の画像あれだけのさ少ない情報でね、ここまで分かるとか、あの人も相当好きものですよね。で、次の餌交換は目安として3ヶ月後、だから7月くらいかな。まあ、食感のね様子を見ながら随時交換していきます。うん、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。さようなら。ほら、これちゃんと食根出てきましたよ。大丈夫そうですね。